アイコスグロ。蒸気アイコストの2製品は、数百度で加熱するため、風味が紙巻きタバコに近い。プルームテック。蒸気2種の数百度での加熱と異なり、30度の低温で加熱する。加熱式タバコとは、燃焼させずに加熱して使用するタバコである。タバコ場を加熱し、ニコチンを含むエアロザルを生成する。こうした製品は喫煙行動の特徴を持っている。 燃焼製品に似せて設計されている。製造企業は通常の紙巻きタバコよりも安全だと主張しているが、2016年時点でそのような主張は裏付けられない。また、世界保健機関は電子タバコや加熱式タバコは健康上のリスクを減らすわけではなく、有害であるとする報告書を発表し、紙巻きタバコと同様に規制を行うべきとの見解を示している。 エアーズの一つ、スチームホットワン紙巻きタバコを差し込んで加熱する装置、ヒートバー。日本タバコ産業は、1997年から2004年まで、エアーズのブランドで販売していた。日本タバコ産業が2013年から販売している、電子タバコ、プルームは、ポットに入ったタバコ葉を加熱する製品である。メビウス、ピアニッシモ等、従来の JT タバコの銘柄を取り扱っている。 フィリップ・モリス社も2015年にタバコ場を加熱するアイコスを発売した。日本では2016年4月、テレビ朝日系のバラエティ番組アメトーーークで最新、芸人タバコ事情の回が放送され、アイコスを使用するお笑い芸人らがエピソードを面白おかしく語ったことでアイコス芸人と話題になり、インターネット検索の検索数が激増して知名度を 上げ、一時は入手困難となった。この放送は、ちょうど10日前にアイコスを地域限定販売から全国販売へ拡大したばかりのタイミングだったため、フィリップ・モリス社の資金提供も疑われたものの、同社はこれを否定している。日本タバコ産業はアイコスに対抗し、同2016年にプルームの後継製品、プルームテックを発売し、後に全国展開した。 プルームテックは2016年3月1日に福岡県限定で先行販売されたが1週間で販売停止し入手困難となり同時期に JT 公式サイトでの販売も開始された仙台港のページェントの会場に設営されたグロの販売促進店舗兼喫煙所道2016年12月にはブリティッシュアメリカンタバコからもグロが発売された 宮城県仙台市限定で先行販売された後、2017年10月2日から全国販売された。日本では2016年には前日のテレビ番組などを利用したブーム作りにより若年層に人気を呼んだアイコスが加熱式タバコのシェア9割を占めたが他の製品が日本で全国展開されるとアイコスのシェアは8割に低下し、残りの約2割を プルームテックとグロが分け合う形となった。二千十九年時点では日本国内でのシェアはアイコスが七割程度を占めるが一時期はアイコスの世界シェアの九十六パーセントを日本での販売が占めていた。二千二十年の日本国内シェアは加熱式の市場占有率は二十六パーセントまで上昇し内訳はアイコス七割、グロ二割、プルーム一割。 フィリップ・モリスはアメリカでは FDA にアイコスの販売申請を提出しており2019年4月に FDA から販売が許可されたと発表した2017年11月20日韓国の KT&G からリルが発売されたまた X のヒートスティックと同形状のフュートブランドの加熱式専用タバコも同時発売されている加熱式タバコは 従来のタバコに比べ、健康への悪影響が少ないという主張は、タバコ産業が出資した研究に基づくもので、このことを裏付ける、タバコ産業から独立した信頼できる研究は存在せず、かかる主張についての説得力のある証拠はない。加熱式タバコの副流炎や健康被害については、研究段階と言われており、科学的に証明できるには害に関する調査が必要となる。 オランダ国立公衆衛生環境研究所は、加熱式タバコは従来のタバコよりも健康への害が少なそうであるものの、その害についてバランスの取れる見解を示すための研究は十分ではないと述べている。一部の科学者は従来の紙巻きタバコと同様に危険だと考えている。2016年に禁煙団体、アクション・オン・スモーキング・アンド・ヘルスは、 タバコ産業による長きにわたる詐欺の歴史があるため、健康への影響に対する独立した研究が行われることが重要であると主張している。ヒートノット・バーンのような宣伝文句は科学の代わりにはならない。2017年12月、フィリップ・モリス・インターナショナルの元社員や契約関係にあった科学者が、同社のアメリカ食品医薬品局への申請の根拠となっている。 臨床試験にいくつかの不備があったとの証言をしていることがロイターにより報道された。具体的にはポーランドで実施された試験では人間が1日に出す量を超える大量の尿が採取されていること、被験者56人のデータが廃棄されていたことなどの問題が指摘されている。2018年1月22日にアメリカ食品医薬品局は 暫定的な報告を出し、フィリップ・モリス・インターナショナルのアイコスについて、アイコスが生み出すエアロゾルは細胞を破壊し、人体組織にも悪影響を及ぼす恐れがあるが、従来の紙巻きタバコに比べ全般的な深刻度は低く、その被害ははるか一部に集中するように推測される、とした臨床試験報告を公表した。しかし、同年1月25日に、 FDA によって下された結論は、フィリップ・モリス社が掲げる、リスク低減の可能性製品という製品概念を棄却するものであり、同社の通常のタバコ製品に比べて、タバコ関連の疾病リスクが低い製品であるとの主張を否定するものであった。2017年7月21日には、一般社団法人日本禁煙学会が、加熱電子式タバコは、 普通のタバコと同様に危険であり、受動喫煙で危害を与えることも同様であるという、胸の緊急警告を発し、加熱式タバコのエアロゾルに被爆した、化学物質過敏症の患者に激しい咽頭痛と、呼吸困難を生じさせた事例を紹介している。なお、化学物質過敏症については、1997年に、厚生症長期慢性疾患総合研究事業、 アレルギー研究班が診断基準を示している。2017年10月31日には日本呼吸器学会が非燃焼加熱式タバコや電子タバコに関する日本呼吸器学会の見解についてとの発表を行い非燃焼加熱式タバコや電子タバコについてとし、使用者にとっても受動喫煙させられる人にとっても非燃焼 加熱式タバコや電子タバコの使用は推奨できないと表明した。加熱式タバコが含有する有害物質日本呼吸器学会の見解では、加熱式タバコの主流炎中や呼び出し煙が含有する有害物質について以下の通り言及している。2017年11月11から15日には、米国心臓協会の年次集会において、 カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究班がアイコスは血管に悪影響を与えるとの研究結果を発表している。この研究はラットにアイコスを加熱した蒸気、紙巻きタバコの煙、正常な空気をそれぞれ1回15秒間、5分間に10回暴露し、血管内皮機能の評価を行うものでアイコス群で58%。 紙巻きタバコ群では57%の低下であった。また、暴露を1回5秒間、5分間に10回とした場合も、アイコス群で60%、紙巻きタバコ群では62%の低下が確認された。この実験結果により、アイコスの蒸気への暴露は、紙巻きタバコの煙に暴露した場合と、同程度の血管内皮機能の低下をもたらすことが明らかとなった。 この実験結果について同発表では循環器系におけるタバコの煙への反応は人とラットで極めてよく似ているためこの研究結果は人にも当てはまる可能性があるとし加熱式タバコの使用者は紙巻きタバコの喫煙者と同様に心血管の健康障害に直面する可能性があるとしている二千十七年八月四日に発表された ニコチン製品の相対的な発言性に関する研究において、ステファンズ、ウィリアム、e ・イは以下の順に害が減少するだろうと結論した。燃焼タバコ、加熱式、タバコ、電子タバコ、ニコチン吸入器。国立保健医療科学院のつ木きカナエラは、加熱式タバコと燃焼式タバコの主流炎中に含まれる有害成分の比較において、アイコスにおけるニコチン量は、 紙巻きタバコと同程度であり、タバコと食い的にトロソアミンは比較して20%、一酸化炭素は1%であった。このような有害成分は完全に除去されているわけではなく、少なからず主流炎に含まれていた。今後、アイコスの使用規制には、有害成分の情報に加え、受動喫煙や毒性などの情報から総合的に判断していく必要があるとしている。 加熱式タバコの喫煙により、抗酸球性肺炎を発症した日本人の事例が報告されている。中華民国、香港、大王国、シンガポールは加熱式タバコの輸入を禁止しており、外国人観光客が手荷物として持ち込むことも禁止している。発覚した場合は募集の上、罰金刑が科せられる。ありがとうございます。